この巨人どもを片付けてさっさとここを離れねえと。本当に何やってんだ。私は死に行くようなもんだってのに、まさかこいつらを選んじまうとはな。すまん、クリスタ、許してくれよ。ギリがねえぞ。次から次へとしつけえな、巨人ども。このまま戦ってたら追い込まれる。物資が尽きる前に状況を打開したいが。放置された補給拠点がどこかにあるはずだ。そこに物資が残っているかもしれない。正気かよ、こんな時に物資の補給。いや、無茶もいいところだろう。だがまあ、補給なしで壁の向こうまでたどり着くのは無理か。援護してやらないと。おら、補給拠点。読み通りだ、ベルトルト。物資の確保はお前に任せだ。ああ、任せてくれ。しばらくの間、巨人の相手を頼んだよ、ライナー。うっと、おら、邪魔しやがって。こっちは忙しいんだ。突っ込んでやがれ。おい、まだ物資の確保は終わらねえのか。俺もいつまで耐えられるかわからんぞ。まずい、早く物資の確保を済ませないと。このままじゃライナーたちが危ない。拠点にあった分は確保できたけど、きっとこれだけじゃ足りないと思う。近くに別の拠点があるはずだ。そこへ向かってもう一度補給しよう。拠点だ。もう一度僕が確保に向かうよ。頼んだぞ相棒、巨人の相手は俺に任せとけ。やってんの？
く物資の確保を済ませないと。このままじゃライナーたちが危ない。ごめん、拠点にあった分は確保できたけど、きっとこれだけじゃ足りないと思う。近くに別の拠点があるはずだ。そこへ向かってもう一度補給しよう。ほら、ほら、ほら、ここで決める。おいおい、いつまで襲ってきやがる。正直こっちはもう疲れ切ってるんだが。ほら、あった、補給拠点だ。もう一度僕が確保に向かうよ。てくれたベルトルト、ひとまずは移動するとしようか。こいつらもう限界みたいだな。もしまた巨人に出くわしたら私がやるしかないか。少しか。任せるぞ。今から奴を倒すだけの体力はもう。ベルトルト、正直俺は限界だ。お前だけでもユミルを連れて。ユミル、あいつ全言撤回だ。一緒に生きて帰るぞ。これでいいだろう。なあベルトルト、俺たちはまだ生きてるよな。ああ、なんとか生き延びられたみたいだね。さあ、今のうちにこの場を離れよう。